ジョリジョリの青ひげで全くモテなかった僕が、山本祐介さんも絶賛するある方法で、5人の女の子から触りたいと言われるほどモテ肌になった方法を紹介します。毎朝剃っても昼過ぎには青くなる。同僚にもひげいじりされるし、元カノにもひげが不潔で振られたし、ひげどうにかしたい。脱毛サロンは数十万円もするし、激痛らしいし、正直面倒で通えるかわからない。何かいい方法はないものか。どうも、今年社会人1年目のケンティーです。突然ですが、 YouTube でこんなこと言うのもおかしいですけど、僕自分の顔にマジで自信ないんですよね。背も低いしガリガリだし、何より青ひげがすごいんじゃ。こんなひげだから女の子と会話するときも視線が気になってしまい、社会人になるまでデートすらしたこともなかったんですよね。僕の恋人はずっと右手。そんな僕が、え？今めっちゃモテてます。自分でもビビるくらいモテてます。顔では圧倒的に負けてますが、多分彼くらいモテてる気がします。5月には大学時代一番可愛かった友達に告白して、人生で初めて彼女ができました。この僕がついに右手卒業です。彼女曰く、前々から気になってたけど青ひげが無理だった。久しぶりに会ったら清潔感が増して好きになったらしいです。女性からモテる理由はズバリ清潔感です。清潔感さえあれば、山本祐介さんみたいな超絶イケメンじゃなくても女性にモテます。ナンパの聖地である銀座コリドー街で、どんな男性に出会いたいかといったアンケート結果でも1位が清潔感があるだったんです。しかもほぼ6割が清潔感は絶対に譲れないと回答しているんですよ。ルックスよりも清潔感の方が上というのは結構びっくりですよね。清潔感を攻略したらモテる、これテストに出ます。じゃあどうやったら清潔感を出せるのかって話なんですけど、このアンケート結果を見てください。結論から言います。ヒゲです。男性特有の濃いヒゲが女の子にとっては不潔と思われている部分なんです。ただカミソリで取ってるだけのメンズ多いんじゃないですか。一番モテに影響するポイントなのにマジでもったいない。しかも毎朝取ったり、夕方にはもうチクチク生えてきたり、肌が荒れたり、よく考えてみてください。めちゃめちゃ面倒くさくないですか。僕自身脱毛サロンも考えてみたんですが、総額30万以上かかるし、通うの面倒くさいし、何より1年くらいかかったんですよね。どうせならこの夏までに清潔感満点のツルツルモテ肌にしたくないですか。そんなあなたに紹介するのが、まるで脱毛サロン級と話題のゼロファクター。さらにこの人も毎日愛用中。普段のスキンケアはヒゲ剃り後や洗顔の後にゼロファクターを使っています。確かにヒゲが濃いイメージがなかったんですけど、これを使っていたからかっていうのは僕も最近初めて知りました。実際に口コミを見てみても、女性から好感がモテると言ってもらえるようになり、念願の彼女もゲット。ヒゲの悩みが気にならなくなったどころか、肌まで見違えるように綺麗になった。社内でも若くなったねと言われます。お、大絶賛。そもそもヒゲが生える原因って何か知ってますか。ヒゲが濃い人薄い人、この違いを30秒で分かりやすく説明します。肌には 5α リダクターゼという男性ホルモンがあります。この男性ホルモンが多い人はヒゲが濃く、少ない人はヒゲが薄いという簡単な構図なんです。さらにこの男性ホルモンが活性化すると、多くの肌トラブルの原因にも。水曜日のダウンタウン出演の丸山直樹委員長も、ヒゲ対策には 5α リダクターゼの阻害が重要と説明しています。これは医者も言っていることなので間違いないです。ゼロファクターがこれほどまでに抑毛効果が高いのは、ヒゲが濃くなる原因の 5α リダクターゼを阻害する成分を毛根まで素早く浸透させているから、毛根からアプローチできるので、表面だけを削るカミソリのようにすぐ毛が再生することがなく、毎朝のヒゲ剃りやカミソリいらずの毎日が手に入るんです。使い方を説明します。ヒゲを剃った後にこのローションを手のひらに500円玉ぐらい出して、さっとまんべんなく塗る。これだけなんです。毎日こんな感じで塗るとツルツルで綺麗な肌になって清潔感が出ます。脱毛サロンや脱毛ワックスと比べても価格、時間、肌への影響、どれをとっても安全に長期的にツルツルの状態が可能なのがゼロファクター。これその効果の高さからリピート率が 96.3%、 100人中96人がヒゲ悩みに対して効果を実感してるんですよ。インスタには俳優の山本祐介さんをはじめ愛用者のツルツル報告がこんなにたくさん。口コミが口コミを呼び、今では120秒に1個売れていて、累計販売数が180万本を超えるメガヒットを記録。世界的評論会でも3回連続受賞した神アイテムなんです。これだけ効果があるからこそ、ゼロファクターは通常価格9000円とちょっとした高級品。総額で30万円はかかる脱毛サロンよりだいぶ安いとはいえ、いきなり交流するにはちょっと勇気が必要ですよね。そこで YouTube 初の試みとして、この動画社からの申し込み限り初回980円、1回あたり約33円で話題の 5α リダクターズ対策が体験できるんです。市販の 5α リダクターズ対策は安くても7000円くらいするので、この価格はお得すぎてやばいです。
後払いも OK なので、クレカ持ってない人でも大丈夫。商品と一緒に届いた振込用紙を持ってコンビニで払うだけ。この価格でのお試しは赤字スレスレだと思いますが、一度試せば良さが分かるという自信がある証拠。もう一度今、振るだけで5アルファリダクタン対策ができるゼロファクターが初回限定980円。厳選した素材を使用しているため、この価格でのお試しは先着限定募集となっています。数時間後には在庫がなくなってしまう可能性もあるので、今すぐお申し込みください。実際に以前キャンペーンを行った時はこんなツイートで溢れてました。メルカリでも7000円台で完売続出、初回980円だからといって転売目的で買うのは絶対にやめてくださいね。お試しモニターへのお申し込みはお届け先情報とお支払い方法を入力するだけなので1分もあれば完了します。初回980円が終了してしまう前に急いで動画下の商品ページボタンをクリックしてお申し込みください。令和最初の夏、あなたも僕みたいにモテモテの夏を満喫してください。ケンティでした。